想像以上にタイでも自分のことを応援してくれる人がいるっていうことを、自分の好きなことを貫いてやっている、やってここまで来た背中っていうのは自分は一番かっこいいと思ってます。先月タイに行かれた時、行く前にいろんな部分を吸収していきたいということをおっしゃってたと思うんですが、実際に行ってみて、学べた点、感じた点、何かあれば教えてください。でもう一点が、おととい4日の日ですね、お父様が、112日ぶりにリーグ戦に出場されたと思うんですけど、その、背中というか姿を見て感じたこととか、あるいは実際にお父様から言われた言葉があれば教えてください。この2点お願いします。まずタイに行って感じたのは、想像以上に、タイでも自分のことを応援してくれる人がいるっていうことを気づけたのと、あとはそういう本場のムエタイの雰囲気だったりとか、ブアカオ選手の、プロとしてのリング以外の姿勢だったり、あとはリングに上がってからの圧だったり、技術なんかも、練習も少しさせてもらったので、そういうところで、いろんな本当全局面で吸収できたなっていうふうに思ってて、で、おとといの、話は、今回のその出場だけじゃなく、本当に周りの意見とか誰がどう思ってるとか関係なしに、自分の好きなことを貫いてやっている、やってここまで来た背中っていうのは自分は一番かっこいいと思ってます。